岸田総理大臣は、トヨタ自動車の豊田章男社長など、自動車業界の関係者や経団連の十倉会長らと総理官邸で会談し、脱炭素化や賃上げについて意見を交換しました。我が国の経済や雇用を守り抜くために、官民が連携してさらなる成長にチャレンジしていく必要があります。会談で岸田総理は、自動車などのモビリティ産業が自身が掲げる新しい資本主義の中核であると強調しました。その上で、官民が連携して脱炭素化を進めることや、関連産業の成長を支え、雇用の確保につなげていく方針を確認しました。また岸田総理は、持続的な賃上げの実現に向け、自動車業界に引き続き協力を呼びかけました。モビリティを軸にしたですね、日本のそのカーボンニュートラルへの取り組み、キックオフができたっていう感じだと思いますね。